皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんです。今回はですね、3ヶ月お休みする前からずっと貯めていた、もう何段かな、4段ぐらい5段ぐらいになると思うんですけど、使い切りコスメをやってみたいと思います。こんな感じでこういう袋にパンパンに入っております。まあほぼスキンケアかなって感じなんですけど、よかったら見てください。まずはですね、この SOC スキンローションコラーゲンです。化粧水ね、私こだわりがなくて、結構なんか乾燥しなきゃいいやっていう感じなので何でもよくて、で大容量のこれ多分500円弱ぐらいのものなので使い切ったんですけど、良くも悪くもなく普通の、化粧水でした。ちょっとねとろみがある化粧水だったんですけど、もうそれでも全然いいって感じで、本当になんか浸透してなんかこうもう保湿されれば化粧水は何でもいいので、まあどちらかというととろみがない方が好きなんですけど、でもこれも全然悪くなかったです。またまあ安かったらリピートありかなって感じです。ディブクレンジングミルクです。熊の湯市っていうところのものですね。私結構クレンジングもミルクタイプが好きで、前はジェルが好きで、でノンオイル、オイルフリーのやつとかいろいろ使うんですけど、このミルクはあんまりね覚えてないんですけども、まあ落ちたんは落ちましたね。で乳液タイプなんでこう馴染みが良くって落としやすいっていうのはありました。で弱酸性なのですごい肌には負担はかかんなかったかなっていうイメージですね。はい、それくらいですね。またそうですね、安かったら買うかなって感じですかね。モイストフェイスマスクで500円で買える、30枚入った大容量のタイプですね。これは朝使ってって、で当時多分私通販で買ってたと思うんですけど、フィットケアデポでも売ってました。こちらはもう朝保湿できればいいので、まあ、5分10分で剥がしてしまうんですけど、やるとやらないので全然違うし、そういう意味で朝もマスクをしたくて買っていったので、これも安さで買ってましたね。はい、また買おうかなとは思ってます。でシートがねこれ結構厚めです。なので夜でも使えると思います。エテュセのスキンバージョンアップです。これは購入品紹介でも言ったと思うんですけど、化粧水をする前の拭き取り化粧水的なもので、でなんだろう、ジェルみたいな感じのテクスチャーって言えばいいのかな、それにをコットンに適量取って拭き取るんですけど、これ大人ニキビ専用で、なのですごいちょっとしたニキビだったら治りが早いかなっていう感じがして、あと拭き取るとやっぱ残ってるこうファンデーションの汚れとかをね結構落としてくれてですね、これは私は好きです。で2本目は開けるのでまたリピートすると思います。セルディの美肌洗顔 AH です。フルーティーアップルの香り、これは泡立ちがすごく良かったです。で、少量で結構モコモコな泡が、できたんですが、角質ケアも一気にしてくれるものでした。どちらかというとさっぱりタイプですね。安くって、しかも結構モコモコな泡ができてくれて、ちゃんと洗顔して、したいけどさっぱり仕上げたいって方には結構おすすめだと思います。角質を落とすのをやってくれるので、角質を落としたい時の洗顔にすれば、角質ケアのくるくるするやつを使わなくてもいいかなっていう感じはありました。また機会があれば使いたいと思います。あとシークレットキーのクリームですね。私一時期すごいシークレットキーのシリーズを推してたと思うんですけど、
やっぱ未だにスプレーは詰め替えて使っていたです、使っているんですけど、あの乾燥対策で会社とかね、乾燥したりするときにシュッシュってやるように持ち歩いてるんですけど、このシリーズはやっぱ好きですね。このクリームは特に朝も夜もあと季節問わずに使えるので、こうこってりクリームだと重いじゃないですか。そういうのも全然関係なくって、本当いつでも使えるって感じです。あと安いので、しかもあの SK2 と同じような成分が入ってるということで、これはまた買おうかなって思ってます。このオイデルミンですね。これもね、昔推してたっていうか今も推してるんですけど、資生堂のカウンターに行けば取り寄せも可能で買えるんですが、まああの、あ、売ってるところには薬局にも売ってるものですね。これもね、やっぱね、エジュセのこといいって言いながらも、やっぱこれはね、やっぱね、ローズの香りが私は好きですし、やっぱね、すごく落ちるんですね、残った汚れ。あとなんかこう、レトロな感じが好きですね。またこれも買いたいですね。溜め買いしたいです。こちらビフェスタの泡洗顔ですね。これは一時期すごいみんな使ってたと思うんですけど、特に私は朝の洗顔に使ってました。こちらは角質と毛穴専用で、だからあの角質ケアをあまりしなくてもこちらで済むかなっていう、さっき言ったような気がするんですけど、そういう感じで。あとあの泡立てなくていいので泡で出てくるので、だから使いやすかったですね。この季節になった私は水洗顔だけになることが多いので、朝は特になので、ちょっとあれば使うけどみたいな感じですね。なのでまた泡洗顔使いたいなって思わない限り多分使わないとは思うんですけど、リピートもありかなとは思います。爪デコルテのフィートチューンホワイトニングチューナーです。これは乳液かなですね。あ、化粧水でした。すいません。こちらはね、私初のデパコスのスキンケアでした。お友達からいただいて、誕生日にいただいて使い切ったんですけど、いやー、やっぱり違いますよね。あの、こちらのシリーズは、あの、乳液先行っていうのがまず、私にとっては珍しいので、ちょっとすごい感動もしたんですけども、こちらはね、乳液は結構あの容量が大きかったので、まだちょっと使い切ってはないんですけど、化粧水は500円玉程度に使うんですけど、乳液で拭き取った後に化粧水っていう、そのなかなかない感じもなんか新鮮でしたし、あと肌がすごいもちもちして綺麗になるんですよね。多分私の肌に合っていたんだと思うんですけど、でも定価で買うってたら結構あのデパコスのスキンケア私はちょっと手出せないかなみたいな感じですかね。もしなんかで機会があればまた使いたいなとは思いますけど、でも使ってる時はやっぱ肌が綺麗になりましたね。こちらセラミドとコラーゲン、セラコラ保湿乳液ってやつですね。なんかセラミドが肌にすごくいいって、あのこう加齢に年齢によるね減少していくセラミドをやっぱスキンケアに取り入れた方がいいっていうのを聞いて、これは 朝専用で使ってたんですけど、正直分かんないですね、良さは。これじゃなくてもいいだろうっては思いました。潤い洗顔フォームです。これね、確か500円しなかったんですごい安かったんで買ったんだと思います。これもやっぱ泡立ちは良かったのはすごい覚えてます。ミルクパワーで優しく洗う、確かミルクっぽかったですね。でやっぱりあのすごい少量で泡立てネットルバーってすごいモコモコな泡が作れて、洗い上がりはツルツルしました。前紹介したやつはさっぱり、どちらかといえばさっぱりなんですけど、こっちはツルツルしましたね。まあ良くも悪くもないって感じです。洗顔にこだわりがない人はこれ大容量で安くてこちらねいいと思います、ね、これは良かったです。てか今の季節いいですね。
はい、これはね大好きです。私クリニークのスキンケアって、あの拭き取り化粧水も結構いいってみんな言うし、使ったことあるんですけど、それももちろん角質を取ってくれるし、あのアルコールのスースーした感じがすごく好きなんですけど、冬は寒いですよね。うん、ね、好きなんですけど、この乳液は冬に本当いいですよね。あのもちもちするし保湿力も高いと思うんですよ。これは安い時、なんかメルカリとか見て安い時に買いたいと思って、これはリピートします。高浸透保湿マスク、朝マスクの、シャキッとスッキリミンティーグレープフルーツのやつと、あとルルルンの、ラベンダーのやつですね。北海道限定のやつ。あとこれやっと使い切ったんですけど、なんだっけ、クリアターンの、プリンセスベールスキンコンディショニングってやつですね。と、結構ね、いろいろ、これもルルルンで、で、これがね、あの、TBC のエステティックマスクです。と、これがライスマスクですね。これ結構、毛穴なでしこのやつですかね。これと、あとまたこの朝マスクの普通のやつですね。以上ですね。まずね、ルルルンとこの朝マスク、サボリーノは、朝ってだけあって、やっぱ朝よくて、ルルルンの方は結構シートが薄いので朝に使いやすいなと思って朝使ってて、で、気軽なんですよね、これ。すごい。今、化粧水マスクってなってますよね。多分その前のやつだと思うんですけど、今のその化粧水マスクになってからも、すごくルルルンシリーズ良くって、とにかく気軽でいいです。すぐ、ちょっと5分10分で剥がしても別に潤ってるし、すごくルルルン好きです。オリーノのシャキっていう、こう、シャキッとする感じ、あの、メントールが効いていて、それは朝らしくていいし、もう、こう何だって5分で取れるっていうのがいいですよね。ただスキンケアをしなくていいっていうのが歌いだと思うんですけど、やっぱ私にはちょっとこれだけではメイクに入れないので、これをしてから乳液になるか、それかもう一回化粧水を足して乳液するかっていう、そういうのは必要なんですけど、朝マスク5分でもしたいなって時はすごく手軽でいいと思います。ディアターン前言ったと思うんですけどね、マスクが残念なんですよ。薄いし切れるし顔に合わないので、このクリアターンのマスクは私はあまり好きじゃないので買ってはいないんですけど、ライスマスクに関しては結構マスクが厚かった気がするんですよね。で、毛穴に効くって書いてあるんですけど、確かにキメを整える感じはしました。あと液がすごいたっぷりなので、あのマスクを剥がした後も保湿が効いててすごい良かったです。これお米のマスクは結構粘り気って、お米って粘り気あるじゃないですか。そんな感じでなんかちょっとネバネバしてはいないんですけど、効きそうな感じはありますね。これリピートしたいです。これも、あのね、あの、効き目はよく覚えてないんですが、匂いが良かった気がする。青りんごの香りがするんですよね。はい。これもね、朝に結構使ってましたよ。あの、しっかり、やっぱ密着がね、顔に密着する、密着させると、結構いい感じでフィットするので、まあ私顔でかいからあれですけど、結構ね、あの良かったです。あと匂いがね、青りんご匂いがするので、よかった、あの匂いに癒されるし、で肝心なケアの方なんですけど、
保湿してくれることは保湿してくれるし、弾力美容液って書いてあるんですけど、そこら辺ちょっと覚えてないんですけど、マスクがね、この大きい顔でも結構密着するってことは結構しっかりした作りだったってことなんで、そういうのも良かったと思います。あと美容液、その液がね、たっぷり入ってたんですよ。それはすごく覚えてます。青リンゴの香りの液が顔中にこう保湿をしてくれたんですね。これもね、でも良かったんで、また使いたいなとは思いますね。マスクの大きさが良かったです。あ、これはね、これ 3D、日本人の顔に、合った作りになっているマスクらしいんですけど、これもね、やっぱりね、すごい保湿をされた気がします。まあ、高浸透保湿マスクって書いてあったので、すごい液がたっぷりでしたね、これも。これ、私好きでしたね。エイジングケア効果があったんですよ。そう。なんかね、もちもちしました。はい。取ってこう、なじませるときに、もう顔がもちもちしてました。多分、コエンザイム Q10 とか、コラーゲンとか入ってるし、これ毎日使ってもいいタイプだったので、朝毎日使ってて、5分間で良いっていうのも良かったですね。これまた買いたいですね。はい。私パック好きなんで結構いろいろ買うんですけど、その中でもやっぱリピートするっていうのは限られてはいるんですけど、クリアターンだけはちょっと私の中ではない感じ。これ洗い流さないトリートメントですね。これ実家に帰った時トリートメント欲しくて、島中で買ったんですけど、もうちょっと重いオイルな感じでしたね。良くも悪くもないって感じでした。ヒロインメイクの、ロング&カードマスカーですね。はい。これね、やっぱりね、落ちにくいんですよ。落ちにくいけど、キープ力が半端ないので、このリムーバーも売ってるので、これ、それと一緒に使うんだったら、いいと思います。ただ、普通に落とそうとすると、結構大変ですけど、まあ、キープ力はすごいです。ただ今、エクステつけてるので、今は買わないですけど、なんか、他に、いいマスカラが見つからなかったら、これリピートかなって感じはします。美白す磨き。これね、ほんと歯が白くなるんですよ。これね、炭がきってことで黒いんですけど、白いブツブツが入ってて、それが多分その歯を白くする成分が入ってて、これねすごい油水だ後のなんか残る感じもなくて、あと歯が白くなるのでコーヒー紅茶とか好きな私にはすごくいいです。これにしてから歯が白くなった気がします。これ結構私おすすめです。歯磨き粉で値段がこの量で500円ぐらいかな。どこの薬局にも売ってると思うんですけど、私はフィットケアデポか、通販の健康コムで買ったりしてます。はい。ライオンのザクトクールってやつですね。これはね、これも結構歯を白くする成分があって息爽やからしいんですけど、覚えてないんですよね。私やっぱ炭がきの方が好きなんで、もう炭がきでいくと思うんで、これだけどこれもね、確かねすごい息は爽やか、ミントでもミントだったんですけど、そんなきつくないミントだったので、そんなに気にはならなかったのは覚えてます。まあタバコ吸う人とかにもいいかもしれないですね。はい。ヤニとかも落としてくれるとは書いてあるので、気になった方はこちらも薬局に売ってます。ちょっとわかんない、忘れちゃったんですけど、このコンシーラーもいいですよいいですよとか言って、なんかこのコンシーラーをすると本当にこうそばかすとかシミとかちょっとしたニキビは隠れてくれます。でもちょっとね水っぽいんですよね。なんですけどすごいカバー力は半端ないです。こんなありましたね、使い切りコスメが。はい、こんな感じでスキンケアが多いんですけども使い切りました。この後の使い切りは今これだけが
あれなので、まあしばらくやらないと思うんですけど、私パックを追うと、特にスキンケア、化粧水、乳液あたりがすごいいろいろ使ってんなっていうのが今見て思いました。またたまったらやりたいと思うので、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは今回も長い動画になってしまいましたけど、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。